はい。皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまより第1回サクラピア平和の舞神楽の学校総集編公演を開催させていただきます。本日司会を担当させていただきます友谷舞子です。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに本日の総監督友谷よりご挨拶をお願いいたします。皆様こんにちは。新型コロナ感染症拡大防止の影響で、この第1回の平和の舞神楽の学校、5月30日が中止になって、さらに8月22日が、1月に延期になり、それから10月31日は通常通り行われましたけれども、12月6日もそうでした。通常通り行われまして、1月11日がまた無観客開催っていう形になりまして、いろいろ紆余曲折の中で今日の総集編公演を迎えることができました。これもひとえに皆様方のご支援ご協力の賜物と感謝しております。さてこの会は、廿日市市教育委員会様、そして、財団法人廿日市市、文化振興、事業団、様の共催によりまして開催することになりました。担当者の皆様方に大変ご協力いただきましたことをこの場をお借りして感謝申し上げます。
また今日は広島県の方から、環境県民局の、岡村課長様、どちらにいらっしゃいますか。まだ到着しておられませんでしょうか。それから、広島市の方から、松井和美市長様の代理ということで、文化振興課の重水課長様がいらしてくださっております。ちょっとご紹介させていただきます。このように廿日市市だけじゃなくて、広島県広島市さんのお力添えもいただきながら開催できますことを心から感謝申し上げます。さて、それでは座ってお話しさせていただきます。今日の、レクチャー広島神楽の授業課程4ということで今後の方向性についてお話しさせていただきますが、こちらに片桐勲先生、音楽学、民族音楽学の専門家でもありますが、エリザベート音楽大学名誉教授でございます。片桐先生とともに今日対談の形で進めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず最初に、今広島の5つの神楽ということで、2年前に亡くなりましたが三村康臣先生が書かれた中国四国地方の神楽探訪の中に、皆さんのお手元のプログラムでは14ページになっておりますけれども、このような略図があります。広島県内には大筋、大変よく知られているのは芸北神楽、北広島町、そして秋高田市を中心にした芸北神楽、秋太田町もそうですね、旧米新米を特徴としているところですが、その他にも火場荒神神楽、神仏集合の形で、展開しているところ、それから、ビンゴ神楽、芸用諸島神楽、そして廿日市市地元になりますが秋十二神器神楽、このような5種類の神楽が大筋あります。儀式米、旧米、新米っていうそれぞれの特徴を持っていますけれども、この中には祈祷としての神楽、いわゆる祈る神楽って意味では儀式米、火場荒神神楽とか、それから秋十二神器などもそうだと思いますけれども、そういうタイプのもので、それから芸能としての神楽、いわゆる神社で楽しむ神楽、それから演劇としての神楽、いわゆる見せる神楽っていう、三村先生はこの3つのことを特徴として挙げておられます。このような特徴がありますけれども、このそれぞれにつながる元っていいますか、特に芸北神楽等につながる元を考えていきますと、非常に荒平舞ということで重要なポイントがあります。この点について片桐先生の方から少しお話をいただきたいと思います。はい、これは今までお話をしてこなかったと思うんですけど、芸北神楽っていうのが一番有名ですよね、今ね。で、芸北神楽っていうのは島根県に石見神楽がこう下がってきて芸北神楽になったっていうのは皆さんはもう十分ねお分かりになってますよね。で、それが大体江戸の末期から明治にかけて石見地方の神楽が芸北地方に下がってきて、芸北神楽になったということなんですけど、実はその石見神楽が入ってくる前の段階がどうもあるんですね。芸北地方にまだ石見神楽が入ってくる前から神楽があったと。で、その資料が旧千代田町で発掘されたんです。荒平舞言葉と読むんですけど、荒平舞言葉と読むんですけど、時期は、天正16年の資料です。豊臣秀吉が天下を治めていた頃の資料ですよね。だからその頃にも荒平って演目が回れてたってことです。荒平って演目、これは鬼ですよね。悪い鬼の舞が回れてたということなんです。
それが江戸時代の終わりぐらいまであった案ですね、あったということです。荒平定目、それから今治療には出ませんけど、もう一つ将軍舞っていうのもセットでどうやら回れてたと、それが最初期のものだということですね。で、実はそれが今の秋十二神神楽の中でまだ続いてるということですよね。だから秋十二神神楽が実は古いということだと思います。はい、ありがとうございました。このように荒平舞、将軍舞っていうのは非常に広島神楽という意味では重要なポイントになっております。ここで一つ補足させていただきますが、広島神楽ってひらがなでこちらでは書いておりますけれども、県民文化センターとかそういうところで行われる神楽は漢字の広島神楽というふうに書かれてまして、こちらの方は、広島神楽、いわゆる先ほど申し上げました広域って言いますか、広島に5つの、五大神楽っていうのがあって、その総称として広島ってひらがなでつけております。江戸時代後期から農耕儀礼と奉納という形で展開されていったものにはどちらかというと漢字の広島がつけられておりますけど、こちらの方は儀式舞といいますか、中世からの古い、鎮魂と再生ということを非常に歌ってきた古い時代の神楽も含めて語っております。ちょっと補足させていただきます。それから旧舞と新舞っていうことで、今荒平舞と将軍舞のセットの話がありましたけれども、島根県からは石見神楽の影響がかなり強くあるんでしょうか。はいはいはい、先ほど申しましたように江戸時代の末期から明治にかけての頃に石見神楽が芸北地方に南下してきて、そこで芸北神楽になったということですね。で、それです。大本神楽も非常に芸北神楽への影響が強いとも言われてますが、はいはい、石見神楽の一つのあり方というふうに、はい、理解してよいんでしょうかね。私の理解ですと、石見神楽っていうのは秋に神様に奉納するものとして毎年こうやられるんですけど、それが土地によって6年に1回とか7年に1回とか4年に1回とかしてますけど、いわゆる式年ですね、式年の形でやるときに大本神楽というものになって、そこでは神職が入ってくるわけですね。普通の毎年やる部分には神職の舞というのはないんですけど、式年でやるときだけ神職が大勢来て、で前に参加するという儀式が、大掛かりな儀式をやるという、それを大本舞と呼ぶんだと思います。だから同じですよ。わかりました、ありがとうございました。火は荒神神楽などにも33年に1回とか、はい、7年とかそういう式年ですよ ね、 式年ですね。そういうあり方で、祭祀が行われてるっていう、うん、とは多分儀式前を行ってるところは特にその言った考え方が強くあるんではないかと思われますか。一つ旧舞新舞との関係なんですが、旧舞と新舞とどのように違いを片桐先生が考えておられますか。旧舞と新舞、これは一応明確になってると思いますけども、石見神楽が芸北地方に入って、そして大体第二次大戦まで定着したものが旧舞というんですね。旧舞というんですね。で、これは石見地方から下がって山形の方に入ったものを山形神楽と言いますね。それから一方石見神楽なんですけど、東に行って
蓮見村のアスナっていう地域から南下して安芸高田地方に入ったのが高田米といいます。だから山形米とか高田米とか言われるものですね。そして、戦前までに伝承されたものは旧米と言ってますね。その一方で戦後になりまして、緑町、旧緑町の佐々木純三先生がお作りになったものを新米というんですけど、これは戦後になって GHQ が日本を 2,3 年支配した時代がありますけど、その時いろいろこの条件をつけたんですね、演じるのに。で、なんていうんですか、天皇来参とかっていう広告士官っていうんですか、神道と結びつくそういう演目を嫌ったんで、それを取っ払って演劇性のある、そして小的な華やかな、そういう舞を佐々木純三先生がお作りになって、それを新舞と言ってるんですね。でそれが今非常に見て楽しい、面白いんで脚光を浴びてるということですよね。はい、はい、ありがとうございました。今現在は新米、旧米も新米の影響を随分受けてきて、あり方がどっちが旧米かな、どっちが新米かな、うん、と言われるような、うん、そういう、影響の及ぼし方と、うん、いうものが見えてきてるようですけども、うん、基本的には今おっしゃったような違いがね、違いがあるということで、どちらかというと旧米っていうのは台本を例えば古事記とか日本書紀等から引用したというか抜粋したものが多いとも聞いておりますが、そして非常に演じ方が地味ですね。そしてテンポもゆっくりしているというのが多いということです。六条氏とか八条氏とかって言われる、そういう分け方もありますよね。六条氏の方が最も悠長です。最初に入ってきた神楽だと言われています。八丁子はそれよりはちょっとテンポが速くって、これも石見地方から入ってきたものだと言うんですね。それから鬼が旧米新米に結構多く出てきますが、その鬼については、はいはい、例えば鬼が主役で、うん、っていうことはどのように考えておられますか。もう先ほどの荒平舞言葉の荒平、あの時代から鬼ですからね。荒平っていうのは、これだ、鬼ですよね。こう鬼面をかぶった鬼ですよね。だから鬼の、これは三村先生のなんていうか誤説なんですけど、鬼の舞っていうのが広島の最初からの伝承だということを言ってるんですよ。で日本全体では鬼じゃなくて良い神、善神ですね、良い神様、善神が主役になってて、その善神が神がかりをして、それから言葉を吐く、神の言葉を吐く、それを聞くっていうのが日本全体には一般的なんだけども、広島の神楽はそうじゃないと、そうじゃなくて鬼なんだと。だからこれは神、鬼も神になりますから、悪神、悪い神、悪神が主体になって、そしてそれをこうやっつけるっていうかな、鬼を退治するっていう、そういうものが多いというのが広島神楽の特徴だよということを、三村先生が主張されたんですね。うん、ということはその鬼にもその良い鬼と悪い鬼とっていう、一種類のタイプの鬼があるというふうに理解していいでしょうかね。はい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 。で、対峙されるのはやっぱり悪い鬼なんでしょうか。あ、そうそうそうですね。うんうん、何かその悪い鬼っていうのは、何かをこうシンボライズするっていうか象徴してるようなことはないんですか。あれですよね、戦争とか事故とか災害で亡くなった人とかいう、そういうちょっと普通でない亡くなり方をして浄土に入れなかったような、そういう人がこの鬼の姿でこう出てくるんじゃないんですかね。はは、そういう理解もあるわけですか。うんうん、三浦先生の考え方を今回随分引用させていただいてるんですけれども、三浦先生の書物の中には、負の遺産という言葉も出てきますよね。うん、
で、負の遺産というのはいわゆる戦争によるこの疲弊した社会、まあ、そういうところから誕生した神楽っていう考え方もあるのではないかと、まあ、そういう意味では、まあ、先ほどあの新米 GHQ 等の影響によって新米が作られていったっていうこともありますが、まあ、戦争とか原爆とか、まあ、そういったことからもう一歩乗り越えようとしてあの誕生していった神楽っていう姿もあるのかとも思えますよね。うん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 、そしてもう一つあの、まあ、負の遺産と神楽の関係を見るときに、まあ、中世から の古い神楽の場合にはあの鎮魂と再生っていうことが非常に原点にはよく出てくるんですが、あの火馬個人神楽などのその神仏、うんうん、仏様と神様の神仏集合っていうやり方の中ではあのいわゆる33年間、うんうん、いわゆる式年の間、うん、ずっとその亡くなった方々の霊がさまよったり、ね、だけどそれをこう霊をその沈めるっていうか慰めていきつつ、そして浄土に送っていこうとすると、そういう考え方っていうのはあの非常にこの負の遺産っていう考え方とつながって、うんうんうん、行くところがあるんではないかなというふうには思えるんですが、まあ、そういうことですね、はい、そういう理解でよろしいでしょうかね、はいはいはい、それではあの今の話について、先生は浄土神楽というのはどのように考えておられますか。まあ、だから今のことだと思うんですけど、あの亡くなって、浄土入りした人たちを読んできて、そしてさまざまな神楽をして絆を深めると、そしてまたあの冥界に送り返すという、それだろうと思うんですよね。で本来はやっぱり神楽っていうのは亡くなった方々をこう慰めつつっていうか、うん、私たちがまたこれからもあの勇気をもらって、うん、元気に生きていく、うんうんうん、まあ、そういったあの亡くなった方々を慰めつつ私たちもまた生きていこうということ、そういうことが、まあ、原点にあるんではないかっていうふうに理解してもいいでしょうかね。あの、まあ、旧米新米の神楽を見てるとなかなかそういう姿につなぎがりにくいところがありまして、もう少しそのあたりが、本来はこうなんだけどっていうところに立ち戻れるとより良いかなっていうふうには思っております。今後のその広島神楽の在り方っていうことで、神楽文化の継承っていうちょっと内容をこう今までの歴史的なことと切り離して考えていきますと、まず下北神楽が広島のまあ、五大神楽の中では一番優勢にあって、はいはいはい、そして、まあ、旧米がより新米化するといいますか、新米の影響を受けていったりとか、まあ、そういった姿もありますし、それから神楽本来のこう姿といいますか元になる姿をもう少しこう取り戻していく必要もあるんじゃないかとか、そういうことも考えられますが、その点についてはいかがでしょうか。あの今言われたようにあの現在の神楽を見てると、芸北神楽が圧倒的に優勢に立ってますね。この5つの中では優勢に立ってる。でそれは例えば神楽共演大会なんか見ると共演の場に出てくるのも芸北神楽ですよね。あとは何て言うんですか、あの招待かなんかでちょっと入ってくるっていう形で、まあ、呼ばれるだけで、共演の場に出てくるのは芸北神楽ということですよ。だから圧倒的に芸北神楽が優勢になってる。でそのためにあの例えば秋十二神器神楽、これ非常にあの広島の中では本来の大事な神楽なんですけども、あの、まあ、私にとってはちょっと残念だなと思うのは、あの秋十二神器神楽さんの中でも芸北神楽を受け入れるって傾向が年々強まってんじゃないでしょうかね。だから芸北
地方に習いに行って演目をいくつかこう取り入れるというところ、あるいはもうやめちゃったところも出てますね。秋十二神神楽をもうやめて芸北神楽を一本化したというところもありますね。まあそのぐらい、まあ、まあ私が見ても芸北神楽面白いから、確かにね、あの前振りが華やかでショーのようですから、まあ、どうしても目がそっち行っちゃうというのがまあ現状であります。そしてから旧米と新米というのがあるわけですけども、これまたあの新米の方が華やかなもんだから、神楽段差の中でもだんだん旧米の神楽段差の中でもだんだん新米化して境目がわからないっていうような具合になってるんじゃないかと思います。そしてもう一つは、まあ、そのためにあの神楽本来の原義というのがこう忘れられているんじゃないかな。原義っていうのはあの決してステージでやるものではなくって、お宮の中で、まあ、やるということですよね。でそれもこう夜通し、何十番もやるようなものだったのが、だんだんそういう習慣があの薄くなってしまった。それからもともとは、最初のあれにあったんですけども、あの神様をお呼びして、で神がかりをして神の言葉を聞くなんてのが本来のものだと思うんで、その辺がちょっと忘れられて、しまっているっていう、そういう、まあ、現状ですね、まあ、今あるかなと思います、うん、じゃあそういったあの、現状をもう少し元の意味に、引き戻していくためにはどういうふうな方法っていうか方向を考えていけばいいでしょうかね。神楽文化っていうのは一言で言ってもなかなか語り尽くせないものがたくさんありますから、基本的にはまず伝統をに立ち返るっていうか伝統を重んじていくっていう姿とか、それから儀式米旧米新米とそういったいろんな種類があるんだと、それで祈る神楽っていうのが原点にあるんだと、いうことの理解が一つ必要な気がします。そして旧米も新米もどちらも素晴らしいんですが、比較できないものがあると。ただその他にも秋十二神器あるいはその火場荒神神楽とか、何かぐらいでしたかね、ビンゴ神楽とか芸用諸島神楽とか、それぞれのこう地域とのこう関係で大事に育ってきているもの、まあ、そういうことにちょっと目を向けてみる必要はありますね。ですね。それから今神楽団が残念ながらちょっと減少していってる、まあ、それを非常に危惧しているわけですけれども、例えば広島県神楽共演大会にしても、あと1回で 50年続いた非常に重要な歴史のある業績のある、神楽共演大会なんですね。でそういったものがまあ、いろんな理由によってあと1回 で、あと1回でおしまい、ということになっていて大変残念に思っています。まあ、そういったものを継続していくためにはその実行委員会だけでは継続の方向づけが、運営面でも難しい部分もあると思いますね。そういったところを、まあ、文化行政とか行政面からもいろいろサポートしていただいたりとか、そういうなんか連携が非常に重要になってきてるんではないかという気がします。また民間ということで財産セクターですかね、秋高田市に神楽門前東寺村ってありますが、あちらの方の神楽座とそれから神楽ドームとは大変伝統的な神楽を、よくやってこられた非常に重要な内容でそういう場だったと思うんです。特に神楽座などのね、小さな、まあ、小屋の意識って言いますかね、でそこで演じられていくものがお客さんとその演ずる側とのこの一体感を非常に強く見せていってるっていうか、まあ、そういったことが神楽文化をこう維持していく継続していくために非常に重要な
役割を果たしていく可能性もあると思いますが、その点はいかがでしょうか。残念ながらやっぱり衰退してるんじゃないんですかね、今神楽団さんの方が。で、例えばアンケートを取られたその結果を見てると、若い人っていうのはあんまりその神楽知らないようですね。若い人って知らない。その一方で団員さんは高齢化をしているというような現象があるようですね。で、神楽団さんの中でも後継者をどうやって育てようかということで非常に悩んでおられるということはよく聞きますね。まあ、そんなとこですかね。それで、その各神楽団に、子ども神楽団とかですね、併設されているところはより良いと思いますけれども、これも併設されているところとされてないところとあると思いますから、子どもたちをこうどう育てていけば、その神楽文化の継承につながっていくのかと、子どもたちっていうか若い人たちが離れてるんじゃなくて、小さい時から接してる人とはいつもなんていうか、もう胸がときめくぐらいにその神楽の楽が聞こえてくれば、もう本当に小躍りしてっていう、そういう体験を持ってる人たくさんいるわけで、小さい時からそういうものに接してきて、しばらくそういう環境を離れてたとしても、また大きくなってそこに帰っていこうとする、そういうことは非常にあると思うんですよね。ですから各神楽団が、子ども神楽団とは言わないまでも、地域の中で神楽団が共有して子どもたちがそこを育てていけるような環境づくりとか、これも文化行政との関係が非常に大きいとは思いますけれども、神楽団がここの神楽団、ここの神楽団、ここの神楽団って別々にあるんじゃなくて、お互いに協力していけるような、お互いにそれぞれの独自性を生かしながらお互いに協力し合えるような、そういう体制が必要なんではないかなっていうふうに、私自身は感じているところですけれども、いかがなものでしょうかね。そうですよね。だからだんだん神楽を好きな人が高齢化していくってことは、今後のことが危ぶまれるわけですから、やっぱり子どもを何とかしてこう取り込むという努力がいるんじゃないかなと思うんですけど、例えば石見神楽というのは割と熱心に取り組んでるような気がします。ちょっと調べたところ、松江市の方では保育園なんかで神楽をやるんだそうですね。どこの神楽団保育園でも神楽をやるということなんで、今どうですかね、広島市内ですと保育園とか幼稚園レベルですと、何ですか、ピアノをやるとかさ、英語をやるとかさ、なんかそういうのは盛んですけど、神楽っていうのはあんまり聞かないんじゃないんですかね。だからそういう幼稚園保育園、さらには小学校あたりでこう神楽をね導入するということに目が行かれたらいいんじゃないかなと思うんですね。でそのためには、例えば教材なんかもですね、そういう、低学年の人向けの神楽冊子ですよね、広島神楽読本みたいのをこうお作りになって、それで各学校に配る、そして先生方に読んでいただく、授業の中で扱ってもらうとかですね、そんなことをされるとか、あるいはアウトリーチっていうのかな、ちょっと難しい言葉ですけど、神楽団をそれぞれの保育園とか幼稚園とか小学校に派遣をする、そして実際の公演を見てもらうと、そういう体験をされるとだんだん子どもなんかも
目を向けてくれるんじゃないかなというふうには思えます、うん、そうですね。おっしゃる通り、神楽のある、まあ、そういった神楽文化をこう継承して子どもたちを育てていくっていうことは、そういうことに取り組んでる町づくりっていいますか、うん、ということにもなると思いますが、アウトリーチ、まあ、こう神楽団が出かけていってある地域でその神楽公演を行ったりっていうのはすごくいいことだと思うんですが、やっぱり神楽団の皆さんも神楽の歴史のことも子どもたちに伝えていきたい、いただきたいし、そしてあとこちらのワークショップでもオロチの、ワークショップを体験していただきますが、ジャルド体験の時にそのじゃあオロチの中はどうなってるんだろうっていうふうなね、うん、そういうことも子どもたちにとっては大変関心が深いこと、それから神楽公演がある時には必ず子どもたちはその舞台の、まあ、こういったフラットなところでみんな刀を持ってきたりして舞って遊んでますよね。舞台に合わせて自分たちも舞ってるような、そういうなんかこう遊びの場っていうか、うん、そういうのも必要なんではないかと、まあ、そんなことも感じます。だから、子どもたちに伝えていけるような環境を作っていくために、この神楽の歴史を神楽団の皆さんがやっぱり、うん、多くの子どもたちに伝えていっていただきたいし、うんうん、それから神楽の、演目に沿ってどういうふうに、うんうん、舞台が運ばれていってるのかっていう、その内訳っていいますかね、舞い方も、うんうん、右回り左回り、いわゆる純逆の舞っていう言い方がありますけど、そういったことの、まあ、所作も教えていただいたり、うん、また楽で言えば太鼓が主役って言いますか、うんうんうん、大太鼓がオーケストラの指揮者のような役割があって、でそういった、大太鼓に沿いながら皆さん小太鼓もチャンチキ、それから神楽舞踊もっていう、うん、小さなアンサンブルが出来上がっていって、うんうん、その楽と舞とがこう一体化してるんだということを子どもたちに早くこう伝えていけ、うん、いただきたい、うん、まあ、そういったことがあって初めてそのなんて言いますかね、子どもたちにこう伝わるしていく、いけるんではないだろうかと、うんうんうん、だからそういう取り組みをしていくためには神楽団だけじゃ難しいし、うんうんうん、地域の関係者だけでも難しいし、まあ、そういった意味で文化行政の方々のこう力添えが非常に重要になってくるんではないかというふうには思います。この神楽の学校を4回やってこられてますけども、私は第1回にだけ立ち会いましたけども、その時でもワークショップですか、あそこでね、子どもさんたちに、いやいや大人も含めてそうですけども、実体験を取り上げてましたけど、誰も前に出ていかないんじゃないかとステージの上に立ってわざわざ行こうなんていう、そんな人いないんじゃないかと思って心配したんですけど、いやいや驚くや驚くやね、みんな熱心にどん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 手を挙げて、特に子どもさんすごいね、やられてましたよね。上手い人もいたし、そうでない方もいたけども、みんな楽しそうにやった、あれ正解でしたね。私はびっくりしました。おそらく12月もそうだったんだと思うんですね。今日もこの後やるでしょ。やっぱりそういう体験がなるほど大事なんだなというのは私も教わりました。それがいいんじゃないかと思います、うんうん、それから秘波荒神神楽の例で申し上げますと、やはりそこに日和荒神神楽の場合には社中っていって、横山国和先生っていう方が日和荒神神楽社ですから、社長って言ってるんですけど、社長っていうとというふうに思いますけれど、その社長を中心にしながら地域全体が取り組んでるんですよね。だからその先生は
田森地区 その保育所にも毎週1回教えに行ってるわけです。で、まあ、小さいお子さんが大変上手でね、両人であるとか、あるいは恵比寿であるとか、御座前であるとか、そういったことを淡々とこなしていくんです。で、それはやっぱり指導者がそれだけ熱心に旗を上げていけるかどうかっていうところにも関わっていると思うからね。そういう方がおられると、地域全体がいわゆる神楽のある町づくりとして盛り上がっていくところがあって、そういう影響が保育所だけじゃなくて小学校にも中学校にも伝わっていくんですね。で、そういう、一つの、例があります。都会ではなかなかそこまで行きにくいかもしれませんが、関心のある子どもたちは都会にも多いと思います、逆に、都会って言いますか、広島市内から芸北の方に通っていったりとか、私の孫も火場高神神楽まで通っていってるんですね、廿日市から。泊まりがけで通うんですけれど、それぐらいにやっぱり魅力があるんですね。そういうことをちゃんと祈りのあるこの神楽文化っていうことを小さい時から伝えていくことによって、少しずつ少しずつ地域の方々とも連携を取りながら進めていけるんではないかなっていうふうに思います。で、先生、今神楽のことで言うと、日本のさらに広島のというふうに見れるんですけれども、こういう神楽文化に似たものって世界のいろんなところにありますね。 あるでしょうね。民族文化という意味では、ちょっとパッと言われたからあれですけども、韓国の方とか中国の方とか、そうそう、神楽に関しては東アジアの潮流というか、影響を中国、それから韓国、香港、台湾、そして日本と、いろいろのこの影響がこう伝わってきてると思うんです、そういった意味で私が直接見聞きしたのは、韓国の伝統歌舞楽っていうカタカナのククってやつね、クって言うんですけど、そういった祈りの儀式があって、それはもうまさに、儀式舞と同じなんですよね、でそこで、一つ の儀式の、例ですが、東の柱と西の柱に白い布を貼って、その白い布に、願い事、例えば亡くなった方々への思いを寄せるとか、白い紙をにそういった言葉を書いて、結びつけていくんですね、でその結びつけた合間合間にお札とかお金をこう挟み込んでいく、いわゆる三途の神っていう考え方と似てますけれども、そういう儀式のあり方が火場高神神楽にもあるし、それから岩国の先生も言いました、ね、湯川の神前にありますね、の姿にもあるんですよ。なんか秋十二神器にももちろんあると思いますけど、だからなんかこう神楽とその鎮魂と再生のために白い布っていうのが非常に重要になってきたり、それから太鼓が重要になってきたりとか、そういうなんかこう今日の旧米新米にこうつながっていく原点を私たちがたくさんこう経験してきてるんだということが言えるんではないかと思いますね。そのように東アジアのこう潮流の中では、そういったありようがたくさん見られるということを感じます、それから先生、今コロナの関係もありまして、この今回の平和の舞神楽の学校も、10月31日の、高井神楽団分、そして、12月6日の火場高神神楽分、それから1月11日分の津波神楽団分、この3
3つを広島ミュージックプロジェクトチャンネルということで無料公開していますけれども、こういうふうにこう舞台を見ていただくという意味では非常に臨場感があって、やはり舞台がいいですよね、直接見ていただける。だけどオンラインで上げて、でそれをまた見ていただくっていうのは新たなこう何て言いますかね、受け止め方、それは確かに生の配信に勝るものはないんですが、何度も繰り返して見れるしということでも活用度はあるんではないかなということが一つと、それから外国の人たちからもメールが来たりねということで、同じようなことが他の国でもあるんだということを伝えてくれたりします。香港の例がそうでしたね。ですから YouTube の活用度ということも考えながら、今日のものも3月の半ばには配信させていただきますけれども、ぜひご覧になっていただきたいと思うんですよ。10月31日の高井神楽団さんの講演については非常に好評で、もう再生回数3000回を超えてるんですね。それぐらいにやっぱり見られる方は見てるというふうに思います。このような形で少しでも神楽文化と神楽ファンと、そして何しろ子どもたちにしっかり伝えていける機会があるということが重要ではないかというふうに思っております。一通りお話しさせていただきましたが、先生がいろいろ資料を作ってくださって、この点はもうちょっと深めておきたいというところをお話しいただければと思います。深めるのは時間のあれですけど、いや私があと一つやっぱりどうしても言いたいのは、広島の神楽について言いたいのは、非常に情報発信っていうのかなが弱いと思うんですよ。それぞれの神楽団さんがバラバラに情報発信しているのが残念だなと思って、情報を一元化する必要があるんじゃないかなと思うんですよね。それが私はまだちょっとかじっただけですけど、石見神楽さんなんか見てると島根県とか浜田市が主体となって、質量ともに相当なエネルギーをかけて、県の内外に情報発信してるんですよね。で去年だったかな、例えば極端に情報発信して、そこではいろんなアウトリーチってですかね、神楽田さんをどこどこにこう紹介をしていくというようなこともやってますし、それからその時には面白いのは、有名神楽団さんだけを紹介するんじゃなくって、どの神楽団さんも1回ぐらいは回るように順番になんかこう回して紹介をするんだなっていうのを聞きました。それから面白いなっていうのは、去年かな、石見神楽団さんが大阪に石見神楽なにわ館っていうのを常設したんですね。私まだ行ってないんですけど、行こうと思ってたらあっという間に閉館になっちゃったっていうことがあって、やっぱりなかなか難しいんだなとは思いましたけど、だから他県にもですね、常設館なんかを将来的には作れたらいいなと思うんですけど、で広島の場合はこれは私の理想かもしれませんけども、広島神楽の情報センターっていうのを広島市内に置くことが大事じゃないかなと思うんですね。だからこれは公の公的な機関か財界の人かが頑張ってもらう必要があるんですけど、広島神楽情報センターっていうのをですね、郊外じゃなくて広島市内に一個設けて、そこに行けば神楽については何でも分かるよというふうにされるといいと思う。例えばそこで県内神楽団の情報を教えるわけですね。どこどこの神楽さんは次ここ行きますよ、どこどこはここ行きますよっていうような情報スケジュール、それからこんなイベントをやりますよっていうのを教える。
それから神楽の映像をねこう見せるということ、あるいはそこでもやってますけど、神楽の衣装とか面とか楽器、こういうものを常時展示する、そういうのの情報センターでやればいい。あとグッズだ、神楽グッズ、こういうのを販売する。これも神楽の写真展も企画する。あと考えたのは神楽鑑賞ツアーっていうの面白いですね。その情報センターが中心になって郊外の神楽団までこう行くツアーを実施したら面白いんじゃないかなと思うんですよね。それから先ほど東大先生も言われたけども、あと体験コーナーですよね。衣装、まあ時々聞きますけど、衣装を着てみる、楽器を叩いてみるっていう、そういう体験コーナーも設ける。それとあとは神楽団さんの団員ですら意外に知らないのは歴史です。広島神楽の歴史がどこから始まってどうなったのかって案外知らない。したがってその広島神楽の歴史とか特徴についての講演会をですね、その情報センターでやられたらいいんじゃないかと思うんですよね。だからそういうものがあったら非常にそこに情報が全部集まりますから分かりやすくていいんじゃないかなと思うんですね。でゆくゆくは大阪とか東京に広島神楽の常設館を設けて随時公演年に1回ぐらいはやるとか、大阪の場合には毎月来てたのかな、なんかそんなことができれば発展していっていいんじゃないかなと私は思います。これ理想かもしれません。ありがとうございます。広島市内に、そういう情報センター、神楽に関する情報センターを、作って、そしてその情報を一本化していく、今情報だけじゃないですよね、いろんなことが関われるような統合した形があると良いということですよね。それから岩見神楽さんはかなりいろんなことを発展的にやっておられますが、実は九州 の、 宮崎とか大分を中心にしたところ の、 九州エリア全体 の、 神楽文化をどう発展させていくかっていう、そういう動きもあるんですね。だから広島がもっともっとそういう意味で努力する必要はあるかもしれないね。それから先ほど東京とか大阪とか出向いていくっていう考え方はすでに喜多方市のね、実行してるようですね。8年連続、それは大したものだと思いますね。そういった他県に出向いていって、その広島県内の神楽文化をこう伝えていく努力っていうか、きっと完売ですって。喜多方市の問題だけじゃなくて、私たち広島県内全域が考えていかなくちゃいけない取り組みの一つではないかなっていうふうに思いますけど、広島市と喜多方市とそれから北広島町など5つの市と3つの町がで構成する、神楽町おこし協議会っていうのがあるんだそうですね。平成23年度に始まって、で神楽の出張公演とか後継者作りなんかに取り組んでるというんですけど、案外私たち知らないですよね。どういうことがなされてるのかあんまり分かんないんで、実態が見えにくいんで、なんかもうちょっとこう県内外への情報発信、そういうのがやっぱり不足してるから、こう情報の一元化を図っていただきたいなというふうに思いますね。今広島広域都市圏協議会っていうのが広島市に本部を置きながらで、喜多方市に、その事務局といいますか、その中にいくつか酒とかその神楽とかいろいろな部門に分かれた協議会があるわけですが、その、神楽の部門をの事務局が喜多方市にあるんですよね。そういう意味では広島市に本部を置きながら、さっきの情報センター、そういうバックアップもいただきながら喜多方市との連携を取っていくようなやり方もできるかもしれませんね。
時間がそろそろ押してきましたけれども、先生が一番最初に荒平舞のことをね、非常に強くお話になりました。今日も資料を作ってきてくださってますから、残り時間ちょっと見せていただけますか。これが広島神楽の原点であり、もしかすると西日本全体に荒平って演目がありますのでね、これが本当に神楽の出発点じゃないかななんとも思えるんですけど、荒平という演目はですね、今から見ていただくのは山の中で荒平っていう鬼と、これとあと太夫が出会いまして問答するんですよ。で、荒平は自分は偉いぞっていうのを威張ってみせるんですね。でそれがだんだん太夫が動ぜずに言い返すわけですね。そうすると最後荒平が降参をしまして、自分が持っている杖、四半杖の杖といいますけど、これを太夫に渡すわけですね。そして太夫から刀をもらって、太刀をもらって、交換をしてまた帰っていくという、そういう内容なんだそうです。これが荒平ですね。これは西原の、十二神器神楽ってやつですけど。あら、荒平が一人の行動に自分の力を誇示してるんですよ。右側に四半杖の杖を持ってるわけですね。倍のかかりは住み千の山のごとく。西原では太夫は子供になってますね。神の通り天の達成半の頃に七子は両が日月の私ね。この杖はこれを使うと、人が長生きできるとか、死んだ人が生き返らせることができるっていう、そういう力を持った杖ということになっています。で、今一生懸命威嚇してるわけですね、太夫に対して。俺様は強いんだぞっていうことを言ってるわけですよ。そうすると太夫さんの方がどうせずにこう言い返していくわけです。によって物の交換をするし、背中きによって物の味わいをするなり、なんですけれども、今日ね、このあと朝原神楽団さんが鬼神っていう演目をやりますけど、鬼神鬼神、これがまさにこの荒平なんですね。荒平って演目なんですよ。荒平っていうのはいろんな言い方してますから、これですね、廿日市市や大竹市の一部、それから岩国の山城神楽やその通王館前、こういうところでは芝木神という言い方になるんですね。芝木神、あるいは鬼神、この鬼神が今日の朝原神楽さんの言い方ですよ。それから芸予諸島でもあって、台場っていうんですね。芸予諸島神楽では台場っていうんです。そして四国の神楽ですと台場が漢字になって台間とか台場台番と、こんなような言い方で演じられるそう。で九州もですね、福岡と大分のあたりで岬とか荒神というふうな名前で演じられております。したがって荒平舞というのは西日本各地で古くから演じられてきた神楽の神髄、おそらく一番古い演目じゃないかなと思うんですね。で私がまだちょっと最近調べたところでは
なんだっけ、五島列島の五島神楽の中にもあるみたいだし、それから意外にあのどこだ、島根県の石見神楽とか出雲神楽にも名前が違うんですけど内容的に同じ演目があるみたい。ということは相当この演目が西日本全体に広がってたっていうことを言ってるんじゃないかな。それだけ大事な神楽ですよ。あ、以上です。すいませんね。ありがとうございました。広島神楽、ということでの重要過程ということでお話しさせていただきましたけれども、こういう原点、荒平舞を中心にした原点のこと、そして今後の方向性としてどういうふうな取り組みをしていけば広島神楽というものを非常に大事にして多くの方々と共有していけるかということを、特に子どもたちを育てるということに注視して注目して、いろいろとご協力ご支援いただきながら文化行政の方々ともですね、連携しながら進めていければより広島神楽が大きく発展していけるのではないかと思っております。これからワークショップの最初のところで、オロチに関してまた、国立歴史民俗博物館の松尾浩一先生の方からもお話があります。その時にはオロチが例えば竜とかドラゴンのように、いやさっき良い鬼と悪い鬼っていう話がありましたが、いわゆる竜神じゃないですけれども守護神っていう、そういう考え方もあり得るっていうことでまたお話を、非常に面白いお話いただけると思います。ではこのレクチャーの時間はこのあたりで終わりさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。